NHK 大阪放送局からお届けしています FM サウンドポケット波花。毎週木曜日は一組のアーティストにスポットを当ててお送りするやっぱこの人やんです。今日はアリコさんの特集です。皆さんたくさんのリクエストメッセージありがとうございます。ラジオネームジンジャーミルクティーさんからはこんなメッセージが届きました。今日のアリコさんのトーク&歌とても楽しみにしています。娘も大好きなので仕事が早く終わって聞けたらいいなと言っていました。どうでしょう娘さん、間に合いましたでしょうか。皆さんぜひお楽しみください。さて1975年11月22日生まれ、大阪出身のシンガーソングライターアイコさん。等身大の歌詞、耳なじみのいいメロディーライン、飾らないキャラクターなどで男女ともに人気を誇るアーティストですよね。様々なスタイルのライブ活動を行っていて、その楽しさは折り紙付きです。私も何度かアイコさんのライブに行ったことがあるんですが、本当に楽しくて嫌なことが一気に吹っ飛んでしまうんですよね。どれだけ大きな会場でもお客さんとの心の距離が近くて、ファンの皆さんの声援に一つ一つ応えるアイコさんの姿、素敵だな、こんな女性になりたいなといつも思います。そしてラジオネームリトルガールさんからもライブにまつわるメッセージが来ていますね。ステージでは恒例の男子、女子、メガネ、コンタクト、裸眼、両方と呼びかけるのもいいですよねということです。このねコール&レスポンスも毎回盛り上がりますよね。皆さんはどんな気持ちの時にアイコさんのどんな曲を聴きたくなりますか。放送中もどんどんリクエストメッセージお送りください。ではインタビューをお届けする前にリクエスト曲を1曲お届けしましょう。ラジオネームチュンザキさん、パンケーキさんからのリクエストです。アキナスさんもこの曲が大好きですということでメッセージをくださっています。それではお届けしましょう。アイコでカブトムシ。FM サウンドポケット波花、 NHK 大阪放送局からお届けしています。今日のやっぱこの人やんはアイコさんの特集です。なんと今日はスタジオにお越しいただいています。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイコです。ずっとはいアイコさんが来てくださる日を待ってました。ありがとうございます。もうねやっと大阪にこうやって来ることができた、はい、ですよ。お忙しいですもんね。なんかちょうどねあのツアーと重なっていたりとかしていたので、はい、あのツアーのリハーサルが入ってて行けなかったりしたんですけど、やっと来れてすごい本当に嬉しいです。大阪に帰ってくるのはいつぶりですか。うん、去年にライブで帰ってきてたので、はい、あそれ以来ですね。やっぱり久しぶりに帰ってきて地元やなって思いますね。新見乗ると思いますね。新見道、うん、やっぱ新大阪の駅からタクシーに乗って新見走ると帰ってきたなってまずあそこで思いますね。地元のこう光景が広がって、そう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 、やっぱりこうここを本当に子供の頃からすごい走ってたので、はい、お父さんの車もそうやし、あと御堂筋線にもずっと乗ってたんで、やっぱ買ってきたなと思いますね。うん、愛子さんは去年デビュー15周年ということで、はいはい、ライブハウス、ホール、アリーナなどの会場でそれぞれ内容が違う4種類のツアーを同時進行でされたんですよね。うん、やりましたね。これってすごい試みですよね。愛子さんの出会うんですか。そうなんです。一番初めはライブの打ち上げとかで、はい、そのもう一度ライブハウスでやりたいってずっと言ってたんです。で大阪で言うとその江坂ミューズが初めてこう自分のアイコとしてやった場所だったので、はい、あそこでやりたいってずっと言ってて、 でもそれだけではツアーが組めないって、はい、でもやりたいやりたいって言ってたら、まあ、15周年の記念やから今までの奇跡をたどるっていう、はい、ツアーをやろうかって話になって、でも大変やった。でしょ、頭こんがらがらないですか。うん、こんがらがってた。次のあの曲やったっけ。間違ってた。あ、間違ってました。そう、
チャーでボーイフレンドとっていう時にボーイフレンド始まったりとかやっぱ何度かでも2回ぐらいですかねありましたね。まあでもそれも生の醍醐味として、そうですね、はい、もう無理やり曲で押し切って歌いましたけど、愛子さんご自身はどうですか。愛子楽しかったですね。大変やったけど切り替えとかが、はい、でもなんかこういうライブツアーをできるのってきっとこれから先あるかないか分からへんし、はい、すごく記念やったし、あんまりそのこう15周年とかいうそのこれだけやってきたんやっていうなんか重みとかもそんな自分の中ですごくそれを重いことだとかっていうのは考えてなくって、もう常にこうなんか通過点でありたいって思っていたんですけど、すごいたくさんの人におめでとうって言ってもらえて、あのあ15周年なんだなってすごい実感ができるツアーだったんで、すごい楽しかったですね。その小さな規模のライブハウスとかだとお客さんもすっごい近いじゃないですか、うん、近い、すっごい近いです、本当に近い。何回頭撫でられたことか頭よしよしって何回もされました、はい、あとあの歌っててファンの子に愛子顔にゴミがついてるって言われてもう歌ってるから分かれへんし、はい、もう歌いながらその子の顔の前に自分の顔持って行って撮ってって言って撮ってもらいました歌って最中に、普通のアリーナとか、ね、大きいステージではありえない光景ですよ ね、うん、やっぱり昔の当時のライブのこととかって思い出しました、うん、思い出しましたね。どんなこと。でも全然光景が違いました。あ、見えるものが違うんですか。あの頃に自分が見てた、はい、その光景と今はこんなに違うんだなと思いました。どんな風に。やっぱまずお客さんの量が違う。はい、昔は隙間がすごくあって、はい、あの目が合うたびに全部友達 であのみんな学生時代の友達とか見に来てくれて、はい、ライブやってたのがこうどんどんそれが変わっていって、今回その江坂ミューズでやった時は新しいお客さんもいて懐かしいお客さんもいてくれて、はい、でなおかつもうぎゅうぎゅうでっていう、本当にあなんか昔をたどるっていうツアーやったけど全然違う光景をみんなが見させてくれたなと思って本当嬉しかったです。うん、じゃあ全公演を終えて、うん、またなんかこう新しいものが見えたりしましたか。そうですね、やりたいことがやっぱ増えましたね。いろいろこんなこともやってみたいとか、はい、その4つライブやって大阪城ホールでライブやった時は360度あのステージというか、はい、お客さんがそのステージ全部囲むっていうやつをやったんですよ、それもね本当に自分が子供の頃ドリカムのライブとかで見てたようなステージに自分が立ってることが本当に不思議やったし嬉しかったし、はあ、すっごい楽しいと思いましたね。だからいろいろ自分がやりたいと思ってること以上に待ってるものってほんまにいっぱいあんねんなと思いました。私は7月16日の声に行かせていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。本当に楽しくて、もう私いつも愛子さんのライブに行くたんびに、うん、はい、愛子さんみたいな人になりたいってめっちゃ思うんですよ。本当です。うっす本当ですか。本当です、本当です。なんか、うん、なんでしょうね、すっごい楽しくて面白くて、はいはい、もう本当に私トイレに行きたくなっても絶対行きたくないんですよ。あ、ほんま、はい、待ってるから行ってきて今度はでもその間に面白いこと何か愛子さん言っちゃうかもしれないじゃないですかと思うと、もう本当にアンコールのね、コールみんなでこう出場したりする隙に、はい、ダッシュで行って、うん、ダッシュで帰ってくるみたいな感じなんですけど、その自然体で常にいらっしゃるっていう風に私は見えるんですけど、はい、そうですね、はい、なんかライブはやればやるほど素の自分じゃないとみんなが受け入れてくれな、なんていうの、バレてまうって思っちゃうんです。見つかれ、見つかされてる。そう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 、自分が生きてたり、はい、こうカッコつけたりしてることってきっとその大阪の見に来てくれてるお客さんは全部見透かすやろうなと思って、だから自分のほんまに素の瞬間もいっぱい出して、もうなんやろう、やっぱね大阪はね MC もちゃうんですよね、みんなが返してくる言葉が、なんていうやろう、ノリツッコミとか天丼とかが当たり前じゃないですか、はい、うん、であのそういう返しをしてきてくれるから、はい、私も乗っかれるし、 あじゃあもう本当に私の手のひらこれぐらいの大きさなんですってみんなにも見せてもらおうと思うんです、はい、
ほんとみんながちっちゃいな、もうじゃあちょっと乗っかったるわっていう空気を関西のみんなは作ってくれるというか、それが成り立つのはやっぱ関西ならではですね。だからもう素でいようと思いますね。素でいて MC で自分の思ってることを本当にいっぱい喋って、はい、それで歌でまた違う世界にみんなをこう連れて行けたらいいなと思いながら一生懸命歌っています。だからこう自然に見てる側も楽しめるんですね、はい、ああいうライブステージで投稿されているような感じのまま、プライベートの時も愛子さんって、うん、あ、乗ってくるとあんな感じですね。結構じゃあいつも喋ってる感じですか？もうテンション高いと、はい、もうずっとスタッフの人の前でそうやって喋ってたりとか、はい、元気ある時はそうやって喋って、でもこうなんかあかんなと思ってる時とかってやっぱネガティブになったりするので、はい、そういう時はもうシューンってこう、あ、今日のラジオでうまく喋られへんかった、もうあかんかもしれん、あ、テレビも全然あかんかったし、やっぱもうあかんかもしれへんって思って、そんなマイナス思考になる時があるんですか？なりますね。それはもうそれはそれは本当に本当めんどくさいと思うんです。だから周りにいる人たちは申し訳ないなと思いながら、で楽しい時はでもその分楽しく過ごすためにアホなことばっかり言ってますねでもそうやって悩んだ時の愛子さんの声を克服方法というか、うん、元気の源って何なんですか？私は音楽で克服するというか、はい、自分でその曲を作って自分がいいって自分の気持ちが揺れるような曲を作れた時にやっぱ頑張ろうと思いますね、はい、さて昨日29日には新曲が発表されました、はいはい、タイトルが君の隣。君の隣です。もう31枚目そうなんですよ。なんですね。そう、何たくさんの曲、なんか30ってなるとちょっとああと思いますね。こんなに本当に出せて本当に嬉しいです。どうやって生まれていくんですか、そんなにたくさんの曲は。ああそうですね、私あんまりねなんかその悩んだりはそんなにしないというか、はい、本当にもうやめた方がいいんじゃないかって、もう私は歌手になれないんじゃないかって一回だけすっごい思ったことがあって、それはデビューした半年後ぐらいに一番思ったのがそれだったんです。もうその時私デビュー曲が自分の作曲じゃなかったんです。そこの曲だけですよね。そうなんです。明日、そう、はい、明日は小森田実さんという方に作っていただいた曲で、それもそのきっかけがその映画の主題歌を歌う子を探しているから、はい、ちょっと歌わへんって言われたのがきっかけだったんです。でそれがデビューにつながって、はい、でその2枚目も出してもいいよっていうことになって、はい、でその時にじゃあ2枚目からは自分で作りましょうってなった時に、はい、すっごい悩んだんですよね。出てこなかったんですか？作っても作ってもうーんって言われたんですよ。あで、はい、何がいいのか分かんなくなっちゃって、でこう、 うーんって言ってる運はどういう意味なんやろうって思って、はい、何が悪いのか、今のこのシングルにふさわしくないのか、それとも曲自体が全然良くないのか、うん、歌詞が悪いのか、はい、なんでうんって言うんだろうと思って、もう分かんなくて作っても作ってもダメで、はい、それでもうあダメかもしれないってその時に思ったんですよね。でその時にもう私向いてないと思うんですって言って、はい、泣きながら話したら、別に愛子さん好きな曲を好きなだけ作って好きなように歌うのが一番いいんですよって言われて、はい、だから好きなようにしてくださいって言われたんです、スタッフの方に、はい、で復帰って作ったのがシングルになったんですよ、うん、やっぱりこう考えすぎずに、そうですね、自然にラフに楽しくっていうのが一番なんですかね、うん、一番だったんです。だから私はそれからはもう決め打ちで曲を作るっていうのはもうやめようと思って、はい、好きな曲をたくさん作ろうと思って、はい、で多産化になったんですよね。じゃあそれ以降そうやって生まれてきて、うん、今の31枚目がそうなんですよ、やってきたってことなんですね。はい、この曲はどんな曲ですか？この曲はもう15年こうやって歌ってくることができたから
作れた曲で、そのライブをやって歌っていると、初めはすっごい緊張してどうしようと思って、4、5曲歌った後に、あ、ちょっとホッとしてきたかもって思って、はい、で8、9曲目ぐらいの頃には、あと数時間経ったらもうライブ終わってまうねんなって思って、これ客電がついてみんなが荷物持って、ほいで後ろを向いてこの会場出ていくんやっていう姿を浮かぶんですよ、はい、めっちゃ考えるんですね。めっちゃ寂しくなるんです、はい、でみんな家帰ってどこでスイッチが切り替わんやろとか思って、はい、電車の中で変わんのか、この会場出た瞬間にスイッチがピッてつくのか、はい、洗濯物干し忘れた、あっとか思い出したりとか、いつすんやろうと思って、じゃあそういうみんなおのおのが新しい時間を過ごすときにどれだけ思い出してくれるやろうって思って、すごい寂しくなって、はい、その時のことを曲にしたんです。そうやって生まれた曲なんですね、うん、私はすごく恋愛の歌やと思って聞いてました。あ、そうなんですよ、うん、初めはそれがきっかけで、はい、気づいたら恋愛の曲になってることが多くて、はい、そのライブのお客さん見に来てくれた一人一人のみんなのことを浮かべて書いてた中に自分の好きな人も入ってたりとかするので、はい、なんかその好きっていうカテゴリーの中からこの曲はできました。では、はい、ここで皆さんにもお届けします。アイコさんから曲の紹介をお願いします、はい、では聴いてください。アイコで君の隣。アイコさんで君の隣お聴きいただきました。ありがとうございました。やっぱりこう恋愛をしていると、うん、うまくいってても、うん、ちょっと不安になったりとか、なるそういう思いがこの曲にも現れてますね。そうですね、私結構いつもですね、もう両思いやと分かってても、はい、その両思いって確認したのはもう過去やと思ってしまうんですよね、うん、はい、もう今違う友達から電話かかってきてて、その子のこととなんか喋ってんのがやっぱ心地いいなと思って出たらもうあかんって思います。愛子さん、その曲のそういう感情っていうのはじゃあ結構等身大なんですね。そうですね、だからもう曲は本当に思ったことをまず書くっていうのが絶対決まりというか、うん、自分がそういう気持ちにならないと曲書けないので、こう思いついた時にこう考えた時とかそういうことを考えてる時にバーって書きますね。うん、うん、そういう愛子さんのその不安になる気持ちっていうのに私がすごい共感した曲があって。何？どれ？どれ？赤？青？の、うん、私が今日楽しく生きていくさじ加減もあなたが握っているっていうのが、うん、まさにそうで、うん、そうなんです。すっごい共感する。めっちゃ聴いてるんですこの曲。そうなの、はい、そういうことを思ったの？思いました。かわいい。いやでも愛子さんもこの気持ちになるんですよね。あ、そうですね。ですごいなんかドヨドヨしちゃうんですよね、うーんと思って。最近友人とこう愛子さんのどの曲に一番共感するかとか、うん、どの曲が好きかっていう話を結構してたんですけど、うん、はい、私は、まあ、こういう曲ももちろん聴くんですけど、うん、単純なんで、うん、幸せやったらもうめっちゃ幸せな曲を聴くみたいな。かわいい。いやいやいや、かわいらしいね。恥ずかしい。幸せやったら今もこっち楽しい曲を聴いて、例えばパワーオブラブを聴いたりとか。今言おうと思ってん、パワーオブラブって。嬉しい、うん、嬉しい。本当にそうなんですけど、うん、友人は、うん、その幸せな時こそ愛子さんの切ない曲を聴いて、いかに自分が今幸せかっていうことをかみしめるって言ってたんですよ、うん、そうか。でも書く愛子さん側としては、うん、どういう感情の時にこういう曲が生まれやすいとかそういうのはあるんだろうかって思って。あ、そうですね、私は本当に結構いつでも切ないがテーマにはなってるんで、はい、本当にもうこの人に思いが伝わらないんだっていう時も切ない曲を書くし、はい、この人に気持ちが通じたって思ってもいつかはこれが終わる時が来るんかなと思って切ない曲書いてしまうんですよね、はい、なんかあんまりそのポジティブな曲を書く時って
そんなにこうないというか、はい、でもこうなんやろ、本当にポジティブな曲書くときってどうなんやろ、全体的に結構なんかうわーって書くんですけど、はい、ポジティブな曲ももっとさらに一気に書き上げますね。そうやって生まれてるんですね、愛子さんの曲は。そうですね、夜中に本当に歌詞を書くことが多いので、はい、いろんな歌詞を1日で3つ書いたりとかすることとかもあるんで、そんなに一気に書き上げることも。そうなんです、調子いい時はやっぱそれぐらい書くから、はい、いろんな自分をこうその時自分の中にいる自分を一個ずつ出して曲にしますね、はい、じゃあめちゃめちゃハッピーな曲の後にめっちゃ切ない曲が生まれることもあるってことですか、うん、あります。へ、不思議なんですけどね。不思議ですね。自分でもまだ自分のことをちゃんと分かってないというか、はい、こうこれから年を重ねていって、あ、自分ってこういう人間なんやなっていう風にこういろんな自分も知っていきたいなってすごい、はい、思いますね。うん、私も楽しみにしてます。頑張ります。本当にまたこの新曲の君の隣のカップリング曲、うん、はい、2曲収録されて、そうですね、舌打ちと朝寝坊という曲が、はい、すごいタイトルですよね、舌打ちって。そうなんです。舌打ちはもうネガティブな自分の時に書いた曲です。はい、もしょうもない自分なんてって思って書いた、ブーってなってる時に、はい、書いて、その自分が本当に何にも行動に移せなくって、好きな人にも好きって言えないし、こうぐじ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 して時間だけが過ぎていった時に、洗濯物干しながら本当に自分に舌打ちしたことがあって、はい、もうこれを曲にしようと思って、はい、うわーって書きました、うん、この曲もこの後、はい、お届けします、はい、さて今年に入っても1ヶ月がね、経ちますが、経ちましたね、あっという間に、あっという間、このまままた2014年も、そうや、でも気ぃついた夏が来るんやと思う。 わ恐ろしい。早い。今年はどんな年に。そうですね、今年もですね、はい、たくさんなんか一人でも多くの人に会えるようにいっぱい歌ってきたいです。ライブもやりたいし、はい、やっぱアルバムも作りたいし、またさらに音楽でたくさんこういっぱい自分自身を埋めていけるような一年にしたいです、はい、楽しみにしてます。頑張ります。またぜひ波花にも遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。やっぱこの人やん、この時間は愛子さんをお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。では愛子さんとはこの曲を聴いてお別れです。はい、曲の紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。愛子で舌打ち。